お祈りします天皇お父様、尊い身のあがめ、賛美いたします。これから御言葉を取り継がせていただきます。どうぞ、今日の御言葉も、主囲ご自身がお語りくださって、私たち一同恵んでください。あなたの御言葉は真理です。どうぞ、この真理の御言葉によって、私たちをすべての悪から清め分かち、あなたの御声を聞くことを得させてください。どうぞこの下辺を憐れんで 十字架の影に隠してくださいますようにお願いいたします。これからのとき一切を見てに委ね、尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン、えー、今日のテーマは、神様が望んでおられることです。神様が望んでおられることですね。えー、私たち日本人ねあの、無宗教なっていう人が結構多いらしいですけれども。 本当に無宗教かとというとそううそそででもなさそうですよねあの年が明けたら初詣行ってね何か願い事をしている方がどれだけたくさんいるでしょうかそれだけしておいて無宗教だとかよく言うなと思うんですが、えー、そのようにですね私たちは何かの節目また苦しい時とかは神様にお祈りをしますその神様がどの神様かはよく知らないという方も大勢いらっしゃいますけれども。 神様に願い事をする、それは本当に多いことです。それはあのクリスチャンであってもやはり同じです。私たちクリスチャンも神様に自分の願い事を申し上げることは非常に多いです。ただ他の他のいろんなところでお祈りされている神々というんでしょうか。いろいろなその対象と私たちが礼拝している。 生けるのの神様との違いそこはねあの私たちが祈っている神様は生きておられるそして私たちを愛しておられるお方だというところが大きく違いますですから私たちの一方的な願いをただ聞くだけではなくて神様の側からも私たちに願いを持っておられるということです これは、ね、非常に大事なことですよねあの。相手がちゃんと私たちのことを知ってくださっている、祈りの相手が、神様が私たちを知っておられ、私たちにこうあってほしいと願いを持っておられる、無関心ではありません。愛してくださっているから、そのように願いを持っておられます。今日は、神様が私たちに望んでおられること。 そのことを聖書の御言葉を通して学ばせていただきますそして神様が私たちを愛しそしてどのようなことを願っておられるのかを知ってそれを実践していければと思っておりますでは聖書もう一度お読みしますのでご覧くださいテサロニケ人への手紙第1 5章16節から22節まず16節から18節拝読いたします <laughs> いつも喜んでいなさい絶えず祈りなさいすべてのことについて感謝しなさいこれがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですはいここまでです非常にね有名な聖書の箇所ですのでねご存知の方も多いかと思いますただ今日はねあのこのの 見、えー、言葉がこう書かれている背景そのあたりもねちゃんと覚えながら読んでいきましょうね、えー、この「テサロニケ人という手紙これは、えー、テサロニケの教会で迫害が起こりそしてそこにいたパウロたちはもうそこを出ていかなければならなくなったそれに対してテサロニケの人たちへパウロが書き送った手紙ですよね。非常にに困難ののの中ああるテサロニケ教教会会でできたばかりの教会であって そして、えー、本当に大変なところを通っている教会に向けて手紙を書いているその中で今お読みした16節から18節が書かれているということを、えー、まず覚えておきましょうねあのこのテサロニケの教会に限らず全ての人私も含めて全ての人はあの困難な状況になると喜ぶことはできません何か苦しいことになってね あの喜んでる人なかなか変わった人だなと思いますけども、テサロニケの教会ここはもう外部からの迫害がありました。非常に大変な状況です。そして愛する先生であるパウロたち彼らがもう出ていかなければならないそんな困難に直面していました。ですから普通喜ぶことなどできません。喜ぶことができないようなその教会の信徒に対してパウロは。 いいいいつも喜んでいなさいと命じていますそしてまた私たちはねこう目の前に問題がこう山積みになってくるともう何とか何とかって <laughs> あの実は私も財布がなくなってたんですけどね財布がなくなっててうどうしようどうしようもう焦って焦ってあちこちね探し回ってたんですけれども朝この御言葉をいただいたので。 落ち着いて落ち着いてって坂下さん出てきましたけれどもあの焦るともう自分で何とかしようと思ってジタバタするんですが結果はなかななかか出ままません <laughs> 余計悪いいことになってしまいますパウロはそうして悪いことが重なり問題がいっぱいになっている教会の信徒に対して絶えず祈りなさいと命じました。 もうどうすればいいのかからない、のかかわらなどこから手をつけていいかわからないどっちに行けばいいかわからないそんな兄弟姉妹にまず静まって神様に目を向けて神様により頼むようにそのように命じているんですね手当たり次第、えー、何かするんではなくてまず静まって神様に祈るようにそのように言われています そして、えー、悪いことが多い中では、教会であっても不安とか不満っていうのは増えていたと思われます。えー、教会の中は、ね、本当にみんな喜んでて、何の問題もない、不安もないと思いがちですが、決してそんなことはないですよね。さまざまな争いが、このテサロニケの教会にはありました。迫害がありました。 本当に大丈夫だろうか実際パウロたちが出ていかないといけないぐらいの危険があったわけですから不安もあったことだと思います中にはねそれでもうつぶやいてしまうこともあります不平不満を言う人もいたかもしれませんですがねそういうところに対してパウロはすべてのことについて感謝しなさいと命じているんです、えー、これはねすべ、えー、てのことは神様のご計画の中にあって そして神様は全てのこと私たちの目には悪いと思えるようなことであってもそのことを通して最善をなしてくださるお方だということをパウロは知っていたからですですから全てのことについて感謝しなさいと命じることができるんですさらにこの命令これがキリストイエスにあって 神があなた方に望んでおられるこのようにして、えー、本当に大変な中で喜ぶことはできない祈ることはできない感謝することはできないそんな状況にあるような教会に祈れ喜べ感謝しろそのように命じる理由それは神様があなた方に望んでおられることだからですよということをね ここで説明していますそして今日は特にキリストイエスにあってと言われていることここに注目したいと思います。キリストイエスにあってですからイエス様がどのようにおっしゃったのかまず注目しますね。えー、聖書もう一箇所開きます。こちららです、はい、マタイの福音書5章節節から12節 え前にも出しておりますのでねスクリーンにも出てますのでご覧ください。はい「マタイの福音書」5章10節から12節拝、はい、読します。「義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り迫害し ありもしないことで悪行を浴びせるときあなた方は幸いです。<laughs> 喜びなさい、喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです、はいえー。イエス様はこのようにおっしゃったんですね。もう迫害されているとき、困難の中にあるとき、喜びなさいと。 信仰のゆえに迫害されている時喜びなさい喜び踊りなさいというふうにイエス様はおっしゃいましたですからテサロニ家の兄弟姉妹も今信仰のゆえにイエス様に従うゆえに迫害されている困難の中にあるだからこそイエス様が教えてくださったこの約束によって励ましいつも喜んでいなさいと そのように命じているんですね。もちろんイエス様も困難な生活をずっと続けられましたイエス様の地上の生涯は困難の連続ですですがイエス様はその中でいつも喜んでおられた父なる神様の愛を喜んでおられたそのようにあなた方も同じイエス・キリストの恵みを 信仰によっていただいているのですから一緒に喜びなさいイエス様と共にイエス様に会って喜びなさいそのようにね、えー、命じていますねまたイエス様は絶えず祈っておられたお方ですどんな困難の中であってもあの十字架の上であってもイエス様は父なる神様から目を離すことはありませんでした 我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかそのように父なる神様が自分を見捨てたそう思える時であってもイエス様が父なる神様父なる神様から目を離すことはあの十字架の上でもなかったんですね。そして最後には父を我が霊を見てに委ねますと。 そう、えー、言ってご自身の霊をお渡しになったどんな苦しみの中にあっても死の間際であってもイエス様は祈り続けておられた神様から目を離すことがなかったそのことをテサロニケの兄弟姉妹にもキリストイエスに会って絶えず祈りなさいイエス様が絶えず祈っておられたように 絶えず神様に目を向けていたようにあなた方も苦しみの中にあっても神様から目を離してはならない祈り続けなさいとそのように命じているわけですそしてイエス様は生涯つぶやくことなどありませんでしたいつも感謝ですイエス様が何かあった時に神様に対して不平を言っている姿 そんんなののは福音書書どこにも書いてありませんイスラエルの民はあの旧約聖書を見るとね「やれ水がない食べ物がない」とかいろいろつぶやいておりますけれどもイエス様も食べ物がなかったりとか水がなかったりとかそのような困難な旅をずっと続けておられましたけれどもつぶやくことなど何一つなかった。寝寝るるところもない寝る暇もなないい暇 それでもつぶやくことなく、えー、人々が本当に弱っていて羊飼いのいない羊のような弱り果てた状態であったならもう自分がどれだけ疲れていても彼らを憐れんで彼らを癒してくださっていたそんな姿を福音書の中で私たちは見ることができますね。そのようにイエス様は全てのことについて感謝しておられた。 すべてのことは父なる神様が最善になしてくださるというその絶対的な信頼があったそのように信徒もイエス様を信じ従う者もイエス様がいつも感謝しておられたようにすべてのことに感謝するようにイエス様を見て感謝するようにそのように命じられています。 では、19節御霊を消してはなりません」「予言をないがしろにしてはいけません」「しかしすべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい」「悪はどんな悪でも避けなさい」 パウロは困難な信仰生活を続けていたテサロニキの兄弟姉妹がもう愛の行いはずっと続けていた。本当に困難の中にあるのに愛の行いを絶やすことがなかったその働きはもう各地に広がっていて本当に有名だったんですよね。そのことについて オルは称賛していますあなた方はねもうその行いについては立派だということただその行いを継続するためには霊的に強められることそのことを本当に願っていたんです自分の肉の力でも自分のね意志の力だけでもある程度良い行いを続けることはできますしかし 神様の愛を受けずに自分から愛の行いを続けていくと必ず力尽きます。すぐに力尽きます。私も力尽きた経験があります。すぐに燃え尽きました。えー、救われてすぐですよねあの。まだ当時青年でしたからね。何か、えー、イエス様のために奉仕したいそう願って一生懸命やるんですけれども、えー、やっ 奉仕している理由がですね、あの,他の青年たちも頑張っているからとか他の信徒みんなも頑張っているから自分も頑張るんだみたいなねそういう理由で奉仕しようとすするから燃え尽きます <laughs> 自分の中に持っているものなんてほとんどないにもかかわらずやらなければやらなければでやっちゃうからなくなっちゃうんです。霊的ななエネルギーのない そんな状態で神様の御業をやろうとしても長続きはしません。だからこそ。御霊の光を消さないように、テサロニケの兄弟姉妹にも命じているんです。御霊を消してはいけません。自分の肉の働きで聖霊様が輝く、その御霊の光御霊の火を消してしまうことはないようにしなさい。聖霊様により頼みなさい。 あなた方がいただいている聖霊様を、えー、しっかり覚えてそして御言葉に聞き従って奉仕しなさいそのように言っているんですよねそして、えー、予言をないがしろにしてはいけませんというふうに言われました予言神様の言葉です神様の言葉をないがしろにしてはいけないこれは、えー、困難の中にある教会また現代の私たちもそうですが いろいろな噂とかいろいろな誘惑がありますその時に神様の御言葉よりもそちらを優先するようなことがあってはならないということですどうしても甘い言葉に騙されやすいんです人間はまた困難の中にあったらなおさらですだから予言をないがしのしてはならない神様の言葉にしっかりと聞き従えと言われています これはとあの当時まだ聖書という形でね、えー、人々には手元に御言葉を読むことはありませんので預言者を通してまだ神様が御言葉を語っていたそのような時代ですまだそのようなところありますですので預言者預言者が語る預言の言葉神様の言葉そこにしっかりと根を下ろしてそこに信頼してさまざまな噂とか 誘惑それらを退けるように悪を離れるようにそのように命じられているんですね。本当に良いものをちゃんと見分ける精霊様の助けを頂きながら真理は何かということをしっかりと見分けそして固く守るそのために御霊を消してはならないまた予言をないがしろにしてはならないそのように命じられています。 では今日もう一度ね覚えていただきたい見言葉こちら読みますはい16節から18節です「いつも喜んでいなさい絶えず祈りなさいすべてのことについて感謝しなさいこれがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです」。 今日は、ね、この御言葉、えー、しっかりと覚えたいんですけどもというかもうすでにね相性してらっしゃるという方も多いと思いますですから今日もう一度ね今日の御言葉注意したいところそれはね神様がキリストイエスにあって私たちにも望んでおられることだということそのことをしっかりと覚えましょうね つまりこれは自分の肉の力で祈ったり喜んだり感謝するのではないということです。私たちと共にいて私たちの前を歩んでくださるイエス様に目を向けてより頼むということですね。そのことを実践しましょう。あのいつも喜んでいなさい絶えず祈りなさいすべてのことについて感謝しなさいこれは未信者にも言うことはできますしできます。 できます。やろうと思えばできます。しかし、難しいです。<laughs> そう、簡単にできることではありません。あの、平和な時であってもなかなかできないなっていうのをね。皆さんも実感してるんじゃないでしょうかね。あのすぐにすぐになんかつぶやきが出てであそうだ。全てのことについて感謝しなさい。<laughs> うわ、またつぶやいたとかね。自分で、ね、もう嫌になるくらいですよね。もういつも喜んで野菜っていうのはね。喜べないとかね。 えー、とそんなのいこの間祈ったんいつだったかなとか <laughs> そんなこのなりがちです。本当に平和な時であっても、えー、また信者であってもそう簡単にできないことなんです。ですけれどもパウルはこのように命じているこれがキリストイエスにあって神様が望んでおられることだと言って命じていますね。これは イエス様を通してなすことができることだからです。自分の力ではなかなかできません。しかし、共にいてくださるイエス様イエス様を見上げる時にいつも喜ぶことができます。私たちがイエス様によって永遠の命と といいいう素晴らしし恵みをたただきました天の御国の希望をいただきましたそしてどのようなところからでもイエス様は救ってくださる力ある神様そのお方が私たちの味方になってくださっているというね素晴らしい約束をいただいていますだからこそどんなところを通っても私たちは喜ぶことができるんです私の杯は溢れています喜ぶことができるんですよねそして、えー もう自分ではない祈りの言葉が出ない神様にどう祈ったらいいか分からないという時であってもキリストの霊である聖霊様が私たちの本当に拙ない祈りも父なる神様に伝えてくださるんです私たちにイエス様が共にいてくださるこの恵みのゆえに私たちは絶えず祈ることができますそして すべてのことに感謝することができるようになるんです。私たちは、決して一人ではありません。決して一人ではありません。主イエス様がいつもともにいてくださいます。そしてイエス様は、私たたちに喜びを与えてくださり、そして祈りを助けてくださり、すべてを 感謝に変えてくださいます。今日の御言葉「いつも喜んでいなさい」「絶えず祈りなさい」「すべてのことについて感謝しなさい」「実践しよう」と思ってもなかなかできなかったことこれもすべてイエス様を通してキリストイエスに会って私たちが喜ぶ祈る感謝するということなのだということを覚える時に イエス様がこの喜びも祈りも感謝も私に与えてくださいますお祈りいたしますいつも喜んでいなさい絶えず祈りなさいすべてのことについて感謝しなさいこれがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです 天皇とおさま、尊い皆を崇めて賛美いたします。私たちは困難の中にあって喜ぶことができないものです。また問題が山積みになって祈ることすらもできなくなることもあります。自分の力で何とかしようとしてしまうこともたくさんあります。そしてつぶやいてしまう弱いものです。しかしこんな弱いものを あなたた。は愛ししてくださいました見捨てることなくイエス様を私たちにお与えくださいましたそのイエス様のゆえに私たちは尊い救いに預かりそして天国の希望をいただくことができました私たちはイエス様が共にいてくださるゆえに喜ぶことができます困難の中にあっても 喜びまた父なる神様に思いのうちを祈ることができますそして全てを最善してくださる主に信頼しどんなことにも感謝することができるようになります私たちの目には本当に悪い出来事のように思えることであっても神様は全てを働かせて益としてくださるお方ですそのことを私たちは イエス様を通して知ることができますありがとうございます。今お一人お一人に主イエス様が伴ってくださりさまざまな思い、患い、苦しみ、悩みすべてを知ってくださってあなたの喜びを与えてください。また祈ることを得させてください。またこの大きな恵みに対する感謝を 一人一人に与えてくださいそしてこれらを通し父なる神様が私たちを本当に愛してくださっていることを知り神様の皆があがめられますように尊い救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメンではしばらくご一緒にお祈りいたしましょう。